さあ始まりましたタチオリンピック、タチオです。本日は私が一番好きなサッカー選手セルヒオ・ラモス、6月17日に6年間在籍したレアル・マドリードを退団しました。めちゃくちゃ悲しい。レアルで引退してほしかった。まずはセルヒオのプレーの奇跡をたどりましょう。フォワードやん、ディフェンダーやで。これ足技がすごいんよ。ディフェンダーとしてももちろん最高。コーナーキックからのヘディング、何回決めた。なんでディフェンダーがフリーキック決めとんねん。天才やお前。この体を張ったディフェンスよ。かっこいい。セットプレーから何回このヘディング決めた。勝負強いんよ。これ伝説のチャンピオンズリーグや。決勝で1点負けてる時のロスタイム、最後の最後のプレーです。これ同点に追いつき、チャンピオンズリーグ優勝を決めました。そしてここから史上初の3連覇を成し遂げるという、忘れられへんセルヒオの伝説。フォワードやわ。セルヒオは PK の時一切ボールを見ません。キーパーの動きだけを見てどこに蹴るか決めんねん。一番迷おうもんな、ディフェンダーのくせに。いやー、かっこいい。セルヒオ、途中から感動して言葉を失ってしまいましたが、伝説のサッカー選手の一人、歴史に名を残すでしょう。スペイン代表とレアルマドリードで長くキャプテンを務めました。現在35歳、19歳からレアルに所属し、16年間常に出場し続けました。語りたい伝説は山ほどありますが、語り尽くそうと思ったら5時間の動画になってしまうので、今回は対談することになった経緯を説明します。今月6月ですね、今の契約が切れます。その延長の交渉でセルヒオは2年契約を要求したのですが、レアルは1年しか無理やと。ほんで年俸もダウンすると。セルヒオは年俸下がってもいいから2年でお願いしたんやけど、あかんって言われてんな。最終的に迷った末、オッケー1年でいいとセルヒオ言ってんけど、もう遅いと言われて延長できんかったらしい。1年オファーに期限があったことをセルヒオ知らんかってん。ひどいわと私は思ってしまう。これだけクラブに貢献した選手やし、まだまだやれるから。でもセルヒオ本人は仕方がない、人生には受け入れなければならない時がある、いつかまたレアルに帰ってくると、非常に大人でセルヒオらしいコメントをしています。どこに移籍するのか注目しましょう。神戸小屋んかな。スペイン人が神戸来る流れ。セルヒオもレアルでの16年間ありがとう。ムチャスグラティエスセルヒオ。